ですね。持ち物大丈夫かな、帰った方がいいかな。まあバスいつもあるし大丈夫か。ワイヤラクイーン多分この中を探索して外に出てきたら来そうだね。中行きますか。中行こうか。どうしよう、とんでもない広さだったら。60のライトはめちゃくちゃ明るい。これだけ？おお、これは良心的。モンウイルスにあったところはもうシャレならんくらい広すぎてさ。あ、これかいなら全然オッケーオッケー。よし、じゃあ探索しよう。で、多分これを終わって外に出たらマイアラクイーンが多分出てくるんじゃないか。怒りのマイアラクイーンって感じがするよ。このまま探索しようか。これくらいだったら全然そんな時間もかからず、まあ10分あれば終わるだろう。セメントなー。でも飲み中これ終わったらもう一回帰るから取っちゃっていいかは重いけど。そろそろ持ち物いっぱいになる。ただまあキュウリがまだ持てるからキュウリを助けて。あれ、もしかして死体消えた？あれ？
体あ残ってるよ。そんな早く消えることないよね普通。あるよね。びっくりした。崩していくか最後に。重いからね武器そのまま持ってると。意外と大丈夫だったって思ったらやっぱり大丈夫じゃなかった。だからまあ武器を崩せば崩せさえすれば305。まあまあまあ全然これちょっと重いジャンクは切るんですけど、はい、May I be of assistance? Here's what I have on me. いやーなんか未だにキュウリの英語慣れないわ。すげえなんか独特な英語を喋るよね。重さあキュウリいっぱい。キュウリもそろそろ変えた方がいいな。ん？なんかサイレン鳴ってないか。もう一回行きましょう。これでここは全部 OK。 これ以上奥に続く道とか別に何もなかったもんね。で、多分外出たらマイアラピンクリス。ちょっと待って。卓球に来た。よし、ちょっと待って。卓球便が来たからちょっと中断したけど、OK。で、マイアラクイーンが来るから、まあミニガン使ってもダメージ入んねんもんな。これをメインでやっぱりグレネード投げまくるしかない。グレネードは600くらいあるよね今もね。どんだけあんだよって。しかも1個も作ってないっていう。全部拾ったやつだけで600個くらいある。これはもうグレネードを投げまくって倒す。難易度は多分これ今ノーマルだよね。さあ来いやマイアラクイーン。俺は見てしまったぞお前が。バグというあのネタバレで出てきてしまう。来ない？絶対来るよね。さっきいたもん。なんか爆弾起動させれば来るとか。あれ来ない？あれ来ないぞ。来ないな。適当に撃って降りてくるとかする。あれマイアラクイーンさんが出てこないぞ。ちょっと待てい。
これなんていう場所？ノースウッドリッチクワーリー。おかしいな。バグってんのか。まあでもな、別にレジェンダリーでもなんでもないからいいや。なんか出てくるみたいだけど、別にレジェンダリーってわけでもないし、大した武器も多分持ってないだろう。いいですわ。でもなかったね。再ロードすると出てくるのかな。なんで俺はワイヤラクイーンを待ってんだ自分から。ダメだ、いいわ。夜だからってのもあんのか。最初明らかにいたけど消えちゃったよね、いきなり。いや帰ります。じゃあここでトラッパーリーダーと、まあ、ここ2つ残ってるんだけど、もうそろそろあれだな、一回降りてもいいかな。